えー、皆さん、こんにちは、えー。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日20、2023、え、年、ー、10月の9日、月曜日、えー、17時52分なんですが、えー、ワールドカップのラグビー、えー、日本代表の皆さん、お疲れ様でした。えー、昨日、私も勝つ方向で取り組んでたんですけども、試合が始まる前から、えー、テレビを見る形で,で、一時期はこれは勝てる、 じゃないかというところまで、2点差まで迫ってた時ですね。24対22ぐらいの得点の時だったんですが、そのぐらいの時に、誰かはね、2階の廊下歩いて、で、その後、 上の階から、まあ、階段の下りで行き方がね、あの子供みたいな降りで行き方をしているまあものがいて、まあ、ちょっとその瞬間ちょっとだいぶ乱されてるんですよね。で、あんまりこれはあの日本シリーズとかある以上、あんまり言いたくない。あの卓球団のチームは例えば私が阪神タイガースの勝ち負けについて取り組んでいるときに、他者が妨害できるでしょ今までそれはいいっぱい経う。 させられてきたんですよで、まあ、ここは日本である以上、まあ、昨日の、まあ、ラ,グビーラグビーに関しては対戦国のアルゼンチンの人が来てるわけじゃ絶対ないですよ。あの日本人の人が、だからつながる云々とかの方法もあるから、どうしても、まあ、僕も頭なんか入れたりしてるのも、つながってる部分があるからできることであって、 レベルの低い人間と、まあ、一緒に仕事はしたくないっていうことをおっしゃる方いらっしゃいますよね。仕事をすごく頑張っている方とかで。そういう人たちと同じ意味合いなんですよ。あのー、すごく頑張っている人間同士でミスをしない人間を揃えていれば、それだけ仕事の失敗のミスがなくなるんですね。だからそれはお互いが繋がっちゃうからなんですよ。 アホはに人混ざるだけで大変なことになると、その、廊下を歩いた人間と階段を降りていった人間がもしいなかったら、家庭でいたかもしれない。アルゼンチンに関して。ただ、この辺は神がかり的な力で、この範囲だけの話じゃないんですよ。 電波っていうのは日本中飛び交っていて世界中ほとんどの地域で飛び交っています。で、コンピューターが神がかり的な力を身につけている以上、人間の頭の中を電波が通過してどっかで繋がってしまう以上、光の速度で電波が発射されてるんで、飛んでるんで、1秒間で、ね、地球7周半です。で、絶対繋がるんですね。だから何要素かっていうところはしっかりとはわからないんですよ。ある程度、その、 今年の5月ぐらいに、僕はホームページに書いてたじゃないですか。その、11月とかの,その10、10月かな、ワールドカップの、そのラグビー、朝の4時からって <laughs>、無理やとその時間帯はと、こっちはもう辞退させてもらいますって書いてたから、それ要因で、そうなった可能性もありますし、最終的に試合が負けたのはね。だからそれのところは、うん、まあ一つの例として、えー その時間無理だって言えば、えー、別の国も時間帯開催する時間帯考慮してくれるっていうことは分かりましたまあこれはまあラグビーだけじゃないと思いますよ他の競技も多分そう といいう,うに対応してくれると思いますでただ、今はもうエネルギーの残存量問題が一番のメインです。ホームページ、淡いケースケ介の利益の36番を皆さん見てください。日々更新してますので、状況、えー。太陽光パネルの原材料に関しては、多分日本自国で、えー、掘って作るしかありません。だから太陽光パネルをたくさん作る能力ありません。 河川水門式ダム発電、地下水流トンネル発電、まあ、その辺のところは、えー、YouTube の一覧表で、えー、アップロードしている内容だとか、まあ、文章だと、えー、46番ぐらいかな、その辺のところに河川水門式ダム発電、地下水流トンネル発電のところを記載しているんですけども、まあ、そういうのが行き渡ってつく。 でまあ、あと、かまど発電とか、あと、みんなが生活を、節約を導入してくれなきゃ無理,無理があると。ということで、もオリンピック解体してほしいんですよ、僕としてはね。無理だから、無理なものは。それがあるだけでも世界中飛び回る人はいるし、えー、男子、例えばバレーボールも、この間まで世界中の国家代表のチームがネーションズカップというものを開いていた。えー、なのに、えー、パリオリンピックの予選が開かれている。 無駄な試合が多いんですよ。飛び回る人はそれだけ増えるでしょエネルギー、ガソリンがそれだけ無くなるから。だからその辺のところでね、あの、世界中、あの、試合の数、激減させてもらわなかったら無理です。で、オリンピック関係のところはほとんど消滅してもらわなかったら無理です。無理だ、あの、無駄な無駄だと思われるようなところ、社会に本当の意味で役に立ってないと思われるところ、全部削除していかなかったら無理です。ガスの採掘が今後掘っていく量も考えて49年分しかないんですよ。石油に関しては、 54年分。それも2022年の消費量を見てみたらわかると思うんですけども、世界国勢税でね。その消費量だと50年ないんですよ。50年分。50年で計算しても100億キロリットル足らないんです。キロリットル、1キロリットルは1000リットルです。だからこれから先も採掘する部門を深く追っていくことを 含めて54年分しかありませんなんなですよ今のところ自然再生可能エネルギーで世界中を何とか普及させてきて、えー、2023年2024年の世界国勢税の、えー、データと比較して、えー、まあ数年先延ばしできるぐらいなんです3年ぐらいですねそんなものですよ現実早急に皆さん動いていただかなければなりません、えー 皆さんお疲れ様でした、えー。今のこの話、しっかりと、えー、広げてもらって、えー、チャンネル登録していただいて、ほぼ、えー、淡いケースからのあのアップロードした時に、番号通知があの来るように、番号通知というか、その着信利益が来るようにあの、動画。わからなかったら、設定の仕方あの、周りの人に聞いてもらったり、販売店の人に聞いてもらってください。そうじゃないと、ものこの世の中、本当にものすごくいい加減に動いてますから。以上です。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。